皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2024年、11月の10日、18時28分、グレンダイザー悠々なんですけども、以前私が申し上げた内容によって、今まで、プライムビデオの方で、見ていたんですが、13話以降、動画配信、動画というか、その、まあ、動画って言ったらいいんですかね。まあ、次の14話から見れなくなってしまいまして、ちょっと驚いています。まあ、作品の内容について、以前、別の YouTube の方たちを見ると、リタイア者が続出という動画があって、まあちょっとした笑い話込みで内容云々のことを少し言ったんですが、まあさすがにちょっと配信を止めるほどでもないと思います。あとストーリーが最後のところまで進まなかったらちょっとよくわからない部分があるのと、特にエロシーンがあるわけでもないですから、ちょっとグレンダイザー U を止めた、委員会の方たちでしょうか、スタッフの方たちでしょうか、ちょっと私の方ではよくわからないんですけども、再開していただけたらなと思います。グレイの皆さんと、あと、バンドメイドっていう方たちでしたでしょうか、その曲を、タイアップされてる皆さん、本当に申し訳ございません。まさか止まるとは思わなかったんで。いや、その時は、内容はね、ちょっと以前私が申し上げた通りの内容で、で、その、YouTube のそのグレンダイザー U を見た時に、一般視聴者の人たち、そのリタイア者続出っていう内容を見た時、それがちょっと面白かった部分もあって、あと、作品を作る時の内容として、その辺のところ、例えばアニメワンピースで、その恋愛話ほぼないじゃないですか、あの漫画って。それ導入すると、話だんだんややこしい方向に進む時は進んでしまうじゃないですか。だからその辺のところは、ほぼ描かないような形で、ワンピースって、作られています。あんまり現実の世界と照らし合わせて云々を言い始めても、ちょっときつい現実っていうのは世の中、たくさんあるわけで。で、そこまで、世の中全体がしっかりと、周知されていなかったっていうのが、長年の歴史ですから、今は少しずつ変わっていってるところだと思います。ですので、グレンダイザー U の方、再開していただけたらなと思います。止まるか早かったですから。一応、これ何かこう検討中か何かで時間かかってるのかなと思いつつ、もう13話が止まってからもう1ヶ月以上、その14話目が放送されなくなってから1ヶ月以上経過してると思うんですけども、これは完全に止めてるなという状態でしたので、ちょっと再開していただけるように、提案させていただきました。もっと他に、よろしくないものって多分探せばいっぱいあると思うんです。で、グレンダイザー U に関してはエロシーンは入ってないはずですから、再開していただいていいんじゃないかなと思います。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。すいません、リタイア者続出のあの動画、あれにはちょっと本当、大笑いしました。ああいうふうに、本当は、そういうふうに笑われてしまいますから、真面目な作品作った方が、一般人の人たちからの評価も良いものになると思います。以上です。